はメイメイと言って、ずいぶん年寄りのメスになって、食べる姿とかずいぶんゆっくりな動きだったんですけれども、あるちゃん、あるちゃんそこでいいんじゃない？その隣にいるメイメイよりも、年を取ってるのがここにいるフータですね。このフータは、去年じゃないか、7月生まれなので、今20歳と半年をちょっと超えたあたりの年齢です。レッサーパンダでいうと随分、高齢な部類に入る。人間だと何歳ぐらいになるんですか？そうですね、人間ですと、なかなかこう計算が難しいんですけれども、80歳とか90歳ぐらいだと思います。だいたい平均寿命の方が、15、16、17歳と言われているので、まあ、それを平均寿命をもう超えてる、フータですね。でこのフータというと、こう2本足でスッと立ち上がる姿が、一時期有名になったんですけれども、もう立ち上がることはないです。でこう見ると随分歩き方もゆっくりで、右目の方も白内障で、ほぼ見えてないと思います。あとは毛の方も随分ボサボサですね。で見た目は少しこう年を取ってきたなっていう感じはするんですけれども、食欲は、ありますし、毎日の日課の毎朝ここに、外に出てくるときは、必ずこの中異常がないかどうか確認のためパトロールをして、自分の、領土だよっていうことで、匂い付けマーキングをしたりしてますし、まあ、それが終わったらここか僕の部屋でゆっくり休むっていうような毎日を暮らしてます、過ごしてます。あと食欲は、今、とてもあって、夕飯に、ペレットっていう、ドライのカリカリをあげてるんですけれども、このフータはその、カリカリをそのまま、食べてくれます。フータよりも少し若い隣のメイメイの方は、そのカリカリがちょっともう、歯が悪くて食べられなくなってきてしまった関係で、ふやかしてあげてるんですけれども、フータの方はまだ、ふやかすまでにはいかず、カリカリのまま、ちゃんと食べてくれてます。あと先にあげたのが芋で、今あげたのがリンゴなんですけどもね、リンゴに関しては、他の個体よりも少し、薄く切ってあげるようにしてます。はい、では隣の部屋に移動していきます。